We are Uri。 はい、こんばんは。竹下敦です。加藤隆くんすごいよねっていう動画前編をアップさせていただいたので、今日はね後編をお話ししたいと思います。加藤隆くんは、ラジコンマガジンさん、の、ライターさんだったりもするんですね。で、加藤隆くんのコーナーで、ドライバーを、誰かドライバーをチョイスして、そのドライバーに、ホームコース、私の場合だったら当時、矢田部アリーナさんだったんで、矢田部アリーナさんで加藤隆くんが設定したタイムを出さないと罰ゲームですっていう、そういう企画があったんですね。で当時、僕はTRG という、F1 の、ちょっとタミヤさんの F1 にももっとこういろんなリンクとかついた、車の、開発のドライバーをやってまして、加藤隆くんが、じゃあ竹下さんお願いしますということで、安易にそのオファーを受けてしまったんですが、実際現場に行ってみると隆くんが普段出しているタイムに対してね、設定してきたタイムがいつもより2秒早いタイムだったんですよ。で、いやちょっとそれは2秒早いってのは無理だから、ちょちょいってちょっと高橋裏の方行かなって、ちょっと2秒は無理なんだけど、もうちょっとこう1秒ぐらいにしてくんないっていう話をしましたところ、徳志さん1秒だとすぐに取材終わっちゃうんで、やっぱ2秒っすよ、そこへ譲れないっすよって言ってくるんですよ。まあねえ、それちゃんとして企画で2ページか3ページぐらい使ってやっていただくコーナーだったんで、じゃあ分かって、もう罰ゲーム覚悟で2秒でじゃあそれでチャレンジするねって言ったら、結構きつい罰ゲームですよって言われて、で頑張り始めるんですけど、加藤隆くんと、あとすごい素晴らしいカメラマンの宮野さんという方と、で取材始まるわけです。と大体頑張ると人間1秒ぐらいはね縮まっちゃうもんなんですよ。えいっていくと、で1秒ぐらいは俺簡単にいったじゃないですかみたいな感じで、でも大体お昼休み入るわけです。でもぐもぐもぐとお弁当食べながら、いやー高橋正直こっからあと1秒はちょっと無理そうなんだけどっていうと、もう宮野さんとかがこうグイって感じで、いやちょっとそれだと1日分のね、こうせっかく矢田部アリーナさん借りて取材してるのに何言っちゃってんですかみたいな雰囲気になりまして、もうもぐもぐもぐと、あと1秒縮めないと相当かっこ悪い罰ゲーム待ってますよってこうニヤニヤしながら言ってくるわけです。でそこでそこから後半戦に入って頑張るんですけど、これは、ね、結果から言うと多分ね 0.005 秒ぐらい差で隆くんが設定したタイムまで行かなかったんですよ。で最後のパックすっごい頑張りまして、今の出ただろって感じでこう宮野さんもこうクシャクシャクシャって取って、おっしゃ今のは出たって言ったら、加藤隆くんが設定したタイムにコンマ00何秒届かなくて、なんか罰ゲームは変な顔をする罰ゲームで、一番時間がかかったのはもっと変な顔してくださいっていうその罰ゲームでした。でどんな変な顔したのか忘れましたけど、実際にはそれは、
後に雑誌みたいなところ使われてませんでした。優しいですね。で、あの不思議なもんで、やっぱり長い間ラジコンのドライバーとしてやってきてますんで、タイムを設定されるとそこに向かって大体何とかするんですよね。だから今日もまだ、ラジコンメーカーウーリーとして、いろんなねパーツなんかを販売させていただけてると思うんですけど、まあ何がすごいなと思ったのが、そのドライバーがね本気で頑張った時にどれぐらいタイムを上げられるかっていう、その能力を見極める加藤隆君がすごいなと思いました。これがね、どんなに頑張っても多分1秒しか上げられないドライバーもいたと思うんですよ。多分そのドライバーには1秒って言ったでしょうし、僕は結構頑張ると一周のラップとかはこう、まあ速いラップを出したりするのは割と得意なんですよ。なんでもぶつかっちゃえみたいな勢いでいけば、一周のラップだったら速いラップ出せるでしょみたいな感じで、期待していただいて、選んでいただいたんですが、すいませんでした。何年前だったかちょっともう忘れちゃったんですけど、そんな感じで、何かと加藤隆君とは縁があります。はい、これからも、仲良くしてください。そんなわけで、前編が結構人気で皆さん見ていただいたんで、後編も、ぜひ見てください。はい、ウーリー竹下敦でした。